緒だよ。いいワインが手に入ったんだ。バタールモンラッシェグランクリュー。大人になったら一緒に楽しもう。乾杯。リサと君に。依頼人は第一世代のプレッパーズ。 DS 以前からシェルターで暮らしている。かなりの高齢のようだ。しばらく配送が滞っている。薬のストックが切れそうだということだ。依頼された荷物は一つだが、その中身は複数のパックに分かれている。丁寧に運ばないと服用できる薬が減ってしまう。直ちに命に関わるようではないが、このままでは辛いだろう。できるだけ速やかに届けてほしい。されました。開始します。行ってらっしゃい。頑張ってください。
ってください。頑張ってください。武器のロックを頑張ってください。君は本当にすごいな。尊敬するよ。ありがとう。また会おう。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際。荷物を納品します。ありがとうございました。
ありがとうございました。助かったよ。武器のロックを解除します。ってこった。
待ってください。聞いてるか？聞いてるか？聞いてる。ID を確認します。フラジャイルエクスプレスの ID を確認しました。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。いいね。荷物を納品します。君たちは命綱だ。たった一人の私でもここまで命をつないでこれた。それは何の見返りもなく配送してくれる君たちのおかげだ。どれ、薬の状態はどうかな。おお、たっぷりある。すごいな、ありがとう。
君はフラジャイルエクスプレスの代理なんだな。もうあんなテロみたいなのは勘弁してくれよ。創業者の後を継いだ娘のフラジャイルが別の配送業者と組んでからだよ。この辺りはなんだか物騒になってしまった。ミドルノットの爆破にはフラジャイルが関わっている、そういう噂があるが、全くのデタラメとは思えん。ある意味で彼女も被害者の一人なのかもしれないが、カイラル通信をつなぎたいっていうのか。あんたたちブリッジズとの契約なら構わんが、YCAには加盟しないよ。それでもよければやってくれ。フラジャイルから話は伝わっているようだな。UCA に加盟せずブリッジズと契約する場合は、その場所にカイラル通信を接続するだけということになる。契約者はブリッジズによる配送サービスを受けられる。それからカイラル通信のインフラや機能を使うことができる。互いに技術を交換して新しい装備を開発したり、相互の情報を見ることはできない。つまり我々との情報共有はなされないということだ。君はその場所ではカイラルプリンターで出力された機材を受け取ることもできない。できれば UCA 加盟までこぎつけることが理想だが、カイラル通信をつなぐことができれば最低限の目的は達成したことになる。いつか UCA へ加盟してくれるかもしれない。ブリッジズ契約に必要なキューピッドは配送端末が自動的に選定する。それではキューピッドを接続してくれ。組織は大きくなりすぎた。この時代、私たちも運ぶ方もこじんまりとするべきだ。君はそうは思わないか？そうじゃないと、またあの時代の過ちを犯してしまう。合衆国、連邦、連合、共和国、異なる人間たちが一つにつながるなんてカオスだよ。勘弁してくれ。すまん、人と話すのは久しぶりでな。気をつけてな。それじゃあまた。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は。サム、よくやった。予定していた3カ所は全てつながった。君がつないでくれたおかげでカイラル通信は順調に稼働している。次はこのエリアの中継地点でもある配送センターへつなぐ。だがその前に優先して片付けなければならない問題が起きてしまったんだ。レイクノットシティのシステムサーバーの一部がミュールに奪われた。修理したハードウェアを運搬している最中のことだったらしい。このサーバーの中には新配送システムの検証データが保管されていた。カイラル通信の稼働を前提にした新システムのためのデータだ。
我々にとっては極めて重要なものだ。だがミュールにとっては全く無意味なデータだ。推測だが目的はサーバーに使われているカイラル結晶やレアメタルだろう。放っておけばデータが失われる可能性もある。そこでこのサーバーをミュールの集荷基地から奪い返し、レイクノットシティに届けてほしい。これは私からの配送依頼だ。詳細は手錠端末を見てくれ。サム、ママよ。対 BT 兵器、血液グレネードを試してほしいの。ハートマンによれば BT をあの世に押し戻すことができるはず。それができたら周囲のカイラリウムが結晶化してカイラル結晶ができる。そのカイラル結晶も研究の対象として持ち帰ってほしい。いい？確認するわね。まずは血液グレネードで BT を退けてからカイラル結晶を手に入れて。カイラル結晶はキャピタルノットシティ西の配送センターで渡すの。あなたにしか頼むことができない。サム、お願いね。武器のロックを解除します。
血ができてる。君は本当にすごいな。尊敬するよ。ありがとう。また会おう。お疲れ様でした。新しい依頼があります。分納を選択すると荷物を納品した上で残りの荷物を後で納品できます。なお納品した荷物が目標数に達していればいつでも依頼を完了することができます。荷物を納品します。ああ君か、よく来てくれた。ああ荷物は随分壊れてる。君は大丈夫か？ありがとう。また会おう。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスし。荷物を納品します。ありがとうございました。
荷物を納品します。
ようこそサムポーターブリッジ。サム、武器装備作成のリストにリバースストライクを追加したわ。レイクノットから設計データが見つかったの、あなたのおかげね。リバース…あなたが前に乗っていたのと同じバッテリー走行よ。自動回復機能で乗っていない間バッテリーが回復する。障害物が多い場所で乗るのはかなりテクニックがいる。だから地面がなだらかな場所で乗るのをおすすめするわ。他の車両も整備を進めているから完成を楽しみにしていてね。ありがとうサム。あの検証データは無人配送システムの稼働には欠かせないものだ。早速自動配送ロボの実験を進めよう。レイクノット南にある配送センターまで届けてくれ。後でその配送端末で依頼を受けてくれ。ところでプレッパーズから気になることを聞いた。フラジャイルは信用できるのか。ヒグスとの関係か。だが彼女はヒグスを憎んでいる。我々と共通の敵ということだ。だから彼女とは手をつなげる。疑うなら本人に確かめるしかないが、彼女の協力はまだ必要だ。サム、フラジャイルよ。3人のプレッパーズはつなげられたみたいね。滞っていた荷物も届けてくれた。ありがとう、サム。それより君とヒッグスはどういう関係なんだ。奴と何があった。私の噂を聞いたのね。あなたと直接話したい。レイクノットシティ南の配送センターで待っているわ。あなたも来るんでしょ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスして。
血液採取チェック、献血ありがとうございました。行くわよサム。目をつぶって行き先のことをはっきりと思い描くの。Thank you.
プレゼントを持ってきたよ、リサ。ああ、クリフありがとう。何かな、何かな。ほら、君の好きなメロン帽子だ。さて、君には何かな。私が開けてあげようか。これはいい、これはいいね。宇宙飛行士だ。あいつにもプレゼントを渡してこよう。もう戦場へは行かない。どこへも行かない。ここでお前たちを守る。だから私にはもう必要ない。あいつにこれを預けてくれ。ではメリークリスマス。ほほほほ。メリークリスマス。ほほほほ。伝説のサブポーター、まったくあんたは大したもんだ。大したもんだ。またなさん。